大谷翔平ドジャース開幕戦視聴率とパリオリンピック最高視聴率。大谷翔平ドジャース開幕戦視聴率 24.9%、 パリオリンピック最高視聴率。男子バレー準々決勝 23.1%。 これオリンピックでめちゃくちゃ視聴率取ったもんはないんだな。サッカーとかいい時間にやってなかったか。二度と野球に立てつくんじゃねえぞ。 MLB 開幕戦に負けるオリンピックさん、大谷 DH だからトータル10分も試合出てないぞ。オリンピックも大谷も勝てない箱根駅伝。バレー45分ってそんな競技やったっけ。野球ソフト除外されたらサッカーが数字取るに決まってるだろ。よりによって一番頭にくる試合が一番視聴率高いのか。マラソン44分とか卓球28分とかおかしいやろ。サッカーと野球はどんなもんやったん。30分に1回少ししか運動をしない選手のためにこれだけ見るってすごいな。バレー決勝まで行ったらかなり取れとったんやろな。これ見るとあの開幕戦そんな視聴率あったんか。言うてもシーズンの1試合やん。思ってたわ、オリンピックで何日の何時にどの競技をやるとかきっちりチェックしてる人ってそんなに多いのか。暇な時間にテレビつけて適当にやってる競技を眺めるだけでいつ何をやるのかなんて全く調べたことなかった。ご視聴ありがとうございました。